ライアン・ティモシー・タネヒル3世は、アメリカ合衆国テキサス州ラボック出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。NFL のテネシー・タイタンズに所属。テキサス州ラボックで生まれた。彼は、同州ビッグスプリングで成長した。2年次には、ディフェンシブバックとして10試合に出場した。3年次にクォーターバックとして、パスで2510ヤード。 ランで922ヤードを獲得した。4年時には2試合目で肩を脱球したが、パスで5258ヤード、ランで617ヤードを獲得し、チームをプレーオフに導いた。また、パンターとしても平均39.2ヤード、最長84ヤードを記録した。陸上競技では300メートルハードルで41秒24。 三段跳びで13メートル19センチメートルを記録した。テキサス A&M 大学に進学した。なお、ヒューストン大学、テキサスクリスチャン大学、タルサ大学、テキサス大学エルパソコンからもオファーを受けた。一年目の2007年は、レッドシャツで終えた。二年目の2008年、グリーンベイパッカーズでヘッドコーチを務めたこともあるマイク・シャーマンがヘッドコーチに就任。 サマーキャンプでスティーブン・マギー、ジェロッド・ジョンソンと先発 QB の座を争ったが敗れ WR にコンバートされた。5試合目に12回のレシーブで大学の新人記録となる210ヤードを獲得した。その後、レシーブ回数と獲得ヤードで共に大学の新人記録を更新した。それまでの記録はロバート・ファーガソンが2000年に作った844ヤードであった。 2009年も、ジョンソンと先発 QB の座を争ったが、ジョンソンに敗れた。この年チームトップの46回のレシーブで609ヤードを獲得4タッチダウンを挙げた。レシーブ46回のうち約80%は、ファーストダウン獲得あるいはタッチダウンであった。この年ビッグ12カンファレンスのオールチームに選ばれた。クォーターバックとしては8スナップだけ出場した。 2010年も最初の6試合は WR として出場11回のレシーブで143ヤードを獲得した。カンザス大学戦で q b としてジョンソンと併用された彼はパス16回中12回成功155ヤードを獲得3タッチダウンを挙げた。初先発を果たしたテキサス工科大学戦では大学記録となる449ヤードを パスで獲得した。全米ランク11位のオクラホマ大学を撃破。チームは全米ランク25位以内に入った。チームはベーラー大学、全米9位のネブラスカ大学も撃破して25位以内をキープした。その後、テキサス大学も撃破。ビッグ12カンファレンスのオールチームに選ばれた。2011年全13試合で先発 QB を務めた。 パスで3744ヤードを獲得、29タッチダウン、15インターセプト、パス成功率61、6%、QB レーティング133.2の成績を残すと、共に3タッチダウンランを挙げた。感謝祭の日に行われたライバル校、テキサス大学戦で敗れた。大学時代、QB としては5450ヤードを獲得、42タッチダウン。 21インターセプトの数字を残している。大学時代の通算成績マイアミドルフィンズ2012年の NFL ドラフト一巡全体8位でマイアミドルフィンズに指名されて入団した。ドルフィンズが QBE を一巡で指名するのは1983年のダンマリーの以来であった。ドルフィンズではマリーの以降16人の QBE が先発していたがドラフト一巡で入団したのは マリーノとプロフットボール殿堂入りしているボブグリーシーのみであった。2012年7月28日、4年1268万8千ドルで契約を結んだ。8月20日にヒューストンテキサンズとの開幕戦で先発 QB を務めることが発表された。デビュー戦では219ヤードを獲得、タッチダウンなし、3インターセプトを喫し、 チームは10から30で敗れた。3インターセプトのうち2回はスクリメージラインで JJ ワットに引かれた結果起こった。第2週のオークランドレーダース戦では200ヤードを獲得1タッチダウンインターセプトなしでチームは35から13と勝利した。しかし第3週終了時点でパス成功率は53%を下回り。 1>, 1トッチダウン、4インターセプトと苦しんだ。2週間後にオーバータイムまでもつれた、アリゾナカージナルス戦では431ヤードを獲得、マリーノが1983年に作ったドルフィンズの新人記録を更新した。この記録はカロライナ・パンサーズのキャム・ニュートンが2011年に作った NFL 記録にわずか1ヤード未とない数字であった。 第16週のバッファロービルズ戦で31ヤードをランプレーで獲得、パッドホワイトが2009年に作った q b としての1、プレーでの獲得ヤード記録を更新した。またチーム史上5人目となるシーズンに3000ヤード以上パスで獲得した選手となった。この年彼はパス獲得ヤード、ミ、投げ、パス成功数でドルフィンズの新人記録を更新した。 2013年、開幕戦のクリーブランド・ブラウンズ戦で、パス38回中24回成功、272ヤードを獲得、1タッチダウン、1インターセプト、4サックを浴びたが23から10で勝利した。第2週のインディアナポリス・コルツ戦では、パス34回中23回成功、319ヤード、1タッチダウンを上げたが5回サックされ、 ファンブルで1回ボールを失ったが24から20で勝利した。第3週のアトランタ・ファルコンズ戦では、パス35回中24回成功、236ヤードを獲得、にタッチダウン、1インターセプトで5サックを浴び、ファンブルで1回ボールを失ったが27から23で勝利、チームは2002年以来となる、開幕3連勝を飾った。 第4週のニューオーリンズ・セインツ戦ではターンオーバーでボールを4回失いチームは17から38で敗れた第5週のボルチモア・レイブンズ戦でもパスで307ヤードを獲得1タッチダウンを挙げたが6回サックされて23から26で敗れた2週間後のバッファロー・ビルズ戦ではパス37回中19回成功3タッチダウン 2インターセプト、1ファンブルロスト、2サックを浴び、21から23で敗れた。ニューイングランドペイトリオッツ戦でも2インターセプトや、ファンブルでボールを失い、6サックされるなど、17から27で敗れた。翌週のシンシナティベンガルズ戦でも6サックを浴びたが、オーバータイムの末、22から20で勝利した。第14週のピッツバーグスティーラーズ戦では、 パス33回中20回成功、3タッチダウン、1インターセプト、34から28で勝利した。第15週のペイトリオッツ戦では、パス37回中25回成功、312ヤードを獲得、3タッチダウン、インターセプトなしで24から20と勝利した。しかし、第16週のビルズ戦では、パス27回中10回成功、 82ヤード、7サックを浴びて0から19と、完プ負けを喫した。最終週のニューヨークジェッツ戦以外ではすべてサック、されるなど、オフェンスラインに悩まされた。2012年、2013年とドルフィンズは、タネヒルの大学時代のヘッドコーチ、マイク・シャーマンが攻撃コーディネーターを務めた。2014年にビル・レーザーが攻撃コーディネーターに、就任。 タネヒルは新しいプレイブックを学ぶこととなった。チームは開幕戦でペイトリオッツに勝利した後、6勝7敗、ミネソタバイキングス戦で彼はシーズンベストの396ヤードを獲得、4タッチダウン、1インターセプトで37から35と勝利した。チームは最終週にペイトリオッツに敗れて8勝8敗となり、プレイオフを逃した。 2015年5月18日、6年9600万ドルで契約延長を果たした。2016年シーズン、チームは開幕戦からの5試合で1勝4敗であったが、途中6連勝を記録し、10勝6敗でシーズンを終えた。第16週のバッファロービルズ戦に勝利し、チームは2008年以来のプレイオフ進出を決めた。タネヒル自身は、 怪我により3試合欠場し、13試合に出場し、パス成功率キャリアハイ 67.1%2995 ヤード、19td、12int という成績であった。2017年は、左膝前十字靭体の手術によりシーズン前休となった。チームは、引退を表明していた J. カトラーと1年契約を結んだ。2018年、 シーズン開幕戦のテネシータイタンズ戦で悪天候により2度の試合中断を挟みながらパス230ヤードにタッチダウンを上げ27-20での勝利に貢献した。第3週のオークランドレーダース戦ではパサーレーティング155.3パス289ヤード3つのタッチダウンを上げ28-20の勝利に貢献した。第六週のシカゴベアーズ戦を肩の怪我により欠場し、 第12週に復帰するまで、ブロックオズワイラーに先発を譲った。第14週のニューイングランドペイトリオッツ戦、試合時間残り7秒で5点を追いかけるドルフィンズは、自陣31ヤードから種ヒルの投じたパスを、ケニー・スティールスがレシーブ、出番手、パーカー・ケンヤン・ドレイクへとボールを渡していき、ドレイクがそのままエンドゾーンに走り逆転タッチダウンとなり、劇的勝利を挙げた。この勝利は、 ミラクル・イン・マイアミと呼ばれている。この年は、パス1979ヤード、17td,9int という成績だった。テネシー・タイタンズ2019年タニヒル・イン2019-2019年3月15日、マイアミ・ドルフィンズは、タネヒルと2019年ドラフト6巡目の指名権を、テネシー・タイタンズの2020年ドラフト4巡目と2019年7巡目、 指名権とトレードした。タネヒルはタイタンズと最大1200万ドルのインセンティブがついた700万ドルの1年契約を結んだ。第6週のデンバーブロンコス戦の後半、マーカス・マリオタに代わって QBE を務めた。パスしなげ16、パス成功13、パス獲得ヤード144、インターセプト1を記録したが、チームは0から16で敗北した。 第7週のロサンゼルスチャージャーズ戦では、先発 q b にラインナップされた。この試合で、パス獲得ヤード312、タッチダウンパスに、インターセプト1を記録し、23から20の勝利に貢献した。ジャクソンビル・ジャガーズとの第12週の試合では、パスしなげ18、パス成功14、パス獲得ヤード259、タッチダウンパス2に加えて、 ラン獲得ヤード40、タッチダウンラン2を記録し、42から20で勝利した。第14週のオークランドレーダース戦では、パス獲得ヤード391、タッチダウンパス3、インターセプト1を記録し、AFC 週間最優秀攻撃選手を受賞した。第16週のニューオーリンズ・セインツ戦では、パス獲得ヤード272、タッチダウンパス3を記録したが、 28から38で敗北した。レギュラーシーズンの最終戦となったヒューストンテキサンズ戦ではパス獲得ヤード198タッチダウンパス二を記録し3514で勝利した。この勝利でタイタンズはワイルドカードでプレーオフに進出することとなった。タネヒルは2019年シーズンの12試合でパス獲得ヤード2742 タッチダウンパス22、インターセプト6、ラン43回、ラン獲得ヤード185、タッチダウンラン4の成績を残した。また、QB レーティング117.9、パスし投げ1あたり9.6ヤード獲得の NFL、およびチーム記録を樹立した。第53回スーパーボールの優勝チームである、ニューイングランドペートリオッツとの対決となった、ワイルドカードプレイオフでは、 パスしなげ15、パス成功8、パス獲得ヤード72、タッチダウンパス1、インターセプト1、ラン獲得ヤード11を記録し、20から17の番狂わせを演出した。ポストシーズンでは、ジョーフラッコが2010年に、パスしなげ10、パス成功4、パス獲得ヤード34の記録に次ぐパスしなげと、獲得ヤードの少なさだった。レギュラーシーズン、ポストシーズン。 ありがとうございます。